A3 型はかつて日本国有鉄道の前身である鉄道作業局に在籍した蒸気機関車である。1872年日本で最初の鉄道開業に際してイギリスから輸入された蒸気機関車の形式重量中の1形式で2両が輸入された。1871年 A ボンサイドエンジン製である。本形式は1909年の鉄道員の 形式称号規定制定以前の1900年度に除籍され台湾総督府鉄道部に譲渡されたため他形式のような数字のみによる形式を与えられていない台湾総督府鉄道部9号道輪直径は 1219mm、車軸配置2から4から0で2気筒端式の飽和式タンク機関車である弁装置はロッキングアームを持ったスチー・ブンソン式安全弁は サルター式となっており、ボイラー中央上部に設けられた蒸気ドームに設置されていたが、後にラムスボートム式に改造されている。運転台には全部と側面部に風よけが設けられており、後部は開放されていた。タンコは運転台から独立して後部に置かれており、本形式の形態上の特徴となっていた。運転台後部は後に風よけが付加されている。 1872年、日本に来着した全機計2両は、製造番号の順に、6、7と不番された。鉄道開業後は、景品間で使用され、使用成績は、シャープ・スチュアートに次いで良好であった。1876年には、東部の機関車を奇数に、西部の機関車を偶数とする改番が実施され、6は5に改番されている。 1885年頃に本鉄道に貸し渡されたが、東海道線の工事が始まると、工事に使用するため、新橋工場で完全修理がなされ、7は1886年暮れに馬入川に、5は1887年はじめに沼津に送られた。東海道線の全通後は、補線、工事用として、京浜間に戻っている。1894年には、 C 型に類別され、1898年、鉄道作業局では、a 3系に類別された。1895年から1897年頃には、煙突を少し太くし、運転台の全部風よけの窓を丸型にして後部にも、風よけを設け、安全弁をラムズボトム式に改める改造が実施されている。前述のように1900年から1901年に、 かけて、本形式2両は除籍され、台湾総督府鉄道に譲渡されたが、台湾には、7が到着したのみで、5は輸送途中の海難事故で失われたようである。台湾到着後、形式は、A2 から4から 0T 型に改められ、南部の高を、台南間で使われたようである。1906年には、Q2、解消、形式は後年、E9 型に改められ、 1926年に使用停止となった。専用保存館の様子1926年の使用停止後、日本最古の機関車であるということで、台湾の1号機関車とともに国立台湾博物館に保存されることになった。その後もそのまま台北新公園内に保存されており、2003年にはガラス張りの専用保存館に移され、現在もその姿を見ることができる。 ありがとうございます。